サッカー連盟はアジアを中心にオセアニアの一部を含む国と地域の47のサッカー協会を統括する国際サッカー連盟参加のサッカーの競技団体。1954年5月8日に設立。事務局の所在地はマレーシアのクアラルンプール。47協会が加盟しているが、そのうち FIFA から公認されているのは46協会である。 2005年までは、オセアニアサッカー連盟に所属していたオーストラリアが2006年に1月1日付で AFC へ転籍し、最も広大な領域を持つサッカー連盟となった。その広大さゆえに生ずる諸問題等を解決するために AFC 内の委員会で分割が検討されている。現在、AFC は世界で最も広大な地域を管轄するサッカー協会である。 その範囲は、東は、オーストラリアやグアム、西は、パレスチナやレバノン、シリアにまで及び、加盟国間の東端と西端の間では、季節によっては8から9時間の時差があるほどである。加盟国間の総人口も、中国、インドの両国を抱えるだけに、世界の総人口の約半数にも達する。しかし、抱える問題も数多い。その一つに、 中東の産油国を抱えているため、オイルマネーに流されやすい傾向が挙げられる。近年はその風潮も和らいではいるものの、90年代までは、FIFA ワールドカップアジア予選開催地に、中東のスタジアムを選ぶなど、中東、湾岸諸国が有利になるような大会運営が、参見された。また前述の通り AFC は、統括範囲が広範囲に及ぶため、 ホームアウェイで試合を行うと、長距離移動による選手の疲労が無視できないなど、アジアならではの問題も抱えている。アジア人プレイヤーとして、ヨーロッパのクラブでプレーする選手も、年々増えており、彼らの功績や経験も、アジアサッカー界全体のレベルアップにもつながっていると、言える。世界最高峰の大会である UEFA、チャンピオンズリーグにも、 毎シーズンアジア国籍のプレイヤーが出場しており、香川真司、長友優斗などが活躍している。しかし、欧州のクラブに在籍していても試合に出場することができないという事例もまだまだ多く、オーストラリア、日本、韓国、イランなどの一部のアジアの競合国の選手を除くと、欧州でプレーすること自体が困難な現状もある。また、 発展途上国も加盟している AFC は2009年に収益の1%を寄付する事業をはじめとするドリームアジアプロジェクトを発足させるなど社会貢献活動を積極的に行う姿勢を示している2010年5月には世界的な危害問題の解決に向けて FAO とパートナーシップ協定を締結したフィリピン首都マニラで開催された1954年 第2回マニラアジア大会がきっかけとなり、アジア各国のサッカー協会の代表者らが、マニラアジア大会開催中の1954年5月8日に、アジアサッカー連盟を設立し、マレーシア首都クアラルンプールに本部を置いた。同年6月21日、AFC は FIFA から、FIFA 参加の地域連盟として承認された。この時の AFC 創設メンバーは、アフガニスタン。 ミャンマー、台湾、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、パキスタン、フィリピン、シンガポール、ベトナム、イスラエルの13カ国である。当初は、東南アジア勢や韓国がアジアの競合であったが、アラブ、中東諸国がオイルマネーやガルフカップを背景に台頭し、特に1970年代にはイランが AFC アジアカップで3連覇を達成した。 その後、サウジアラビア、イラク、クウェート、UAE なども加わり、1990年代前半までは、1986年、FIFA ワールドカップ、メキシコ大会に8大会ぶりに、本大会出場を果たした韓国を除き、ほぼ西アジア諸国のナスが、ママとなった。イスラエルは、AFC 創設メンバーだったが、 イスラエルアラブ紛争により、周辺アラブ諸国との関係が悪化し、アラブ諸国を中心としたボイコットが激化。1973年10月6日に第4次、中東戦争が起こると、対戦不可能な状態に陥った。そして、テヘランアジア大会の大会期間中の1974年9月14日に、イラン首都テヘランで開催された、AFC 総会で除名された。 なおテヘランアジア大会のサッカー競技にイスラエルは出場しており、決勝を地元イランと戦い、0から1で敗れた。この試合が AFC としてのイスラエルの最後の試合となった。その後、地域連盟未所属のまま活動を続け、除名されていながら、アジアオセアニア予選に組み入られたり、欧州予選に参加したり、オセアニア予選に参加したり、 オセアニアサッカー連盟の暫定メンバーになったりなどの右予曲折を経て、1992年から欧州サッカー連盟に加盟した。1990年代に入っても、イランやサウジアラビア等の中東勢及び、韓国がアジアでの競合の地位を占める一方、ダイナスティカップ1992や NFC、アジアカップ1992で優勝した日本が、徐々に、 これらアジアのサッカー強国に並ぶ地位へと浮上する。ソビエト連邦の崩壊に伴い、独立した中央アジア5カ国は、ソ連が欧州サッカー連盟だったため、UEFA か AFC か選択できた。中央アジア5カ国とも、1994年に一斉に AFC へ新規加入を果たした。その中央アジア5カ国の一員で、 AFC 新規加入年の1994年に行われた広島アジア大会サッカー競技でいきなり優勝を遂げたウズベキスタンや AFC アジアカップで決勝トーナメント進出の常連となった中国等がアジアのサッカー競合国へと名乗りを上げた1994年に AFC に新規加入したカザフスタンは 選手やファンの反対を押し切って加入した AFC でも、ワールドカップ本大会出場を果たせなかったことから2001年に AFC を脱退し、2002年4月から UEFA に加盟した。AFC に同時に加盟したウズベキスタンも、2005年9月3日の2006年6、W ハイアジア予選アジアプレイオフタイバーレーン戦の、 最低への不満から UEFA 転籍を示唆したが、最終的には転籍せず AFC に残留した。2006年度 w 杯で決勝トーナメントへ進出したオーストラリアは W 杯オセアニアサッカー連盟独自出場枠が、なく32年間当時の大陸間プレイオフで、南米などの競合国に W 杯出場を阻まれ、 続けたこと、W 杯オセアニア予選でも10点最上の大差が、スクなど他の OFC 加盟国と、実力差が大きすぎ強化につながらないことを理由に、以前から AFC 転籍を希望していた。初めて実差なしで観戦できた2002年日韓 W 杯で、オーストラリア国民のサッカーへの関心が高まった、ことに、商業的価値を見出したジョン・ハワード公衆首相が、 ゴーシューサッカーのアジア進出を計画。一降、ゴーシュー政府の後押しを受け、オーストラリアサッカー連盟が念入りにロビー活動を展開した結果、AFC 転籍を許可され、2005年4月17日に OFC を脱退し、2006年1月1日付で AFC に加盟した。他、オセアニアのうち、グアム、北マリアナ諸島についても、距離や 地理的な関係などからアジアサッカー連盟に参加している。2002FIFA ワールドカップを契機にアジアの実力中堅国の競技レベルが上昇。バーレーンやカタールといった湾岸の小国が上位国を破ることも珍しくなくなった。また、イラク戦争によって大きな打撃を受けたイラクが AFC アジアカップ2007でナミールサッカー強国を押しのけて優勝を果たした。 また、アセアン地域では2007、東南アジアサッカー選手権でタイを破って優勝した、シンガポールの成長も著しい。こうした動きを、さらに加速させ、加盟国全体の競技レベルを上げるため、2002年9月から、AFC は、その支援プログラムであるビジョンアジアを立ち上げ、中国、ヨルダン、インドなど数カ国で活動を開始。また一方で、 中堅国と開国の格差が拡大したことで、実力界の諸国の底上げを図るため、AFC 内の FIFA ランキング25位以下のチームが、参加可能な AFC チャレンジカップも2006年から2014年まで、開催されていた。同大会を廃止する代わりに、2019年、アジアカップから本大会出場国を、以前の16代表から8代表を増やし24、代表に拡大した。 また、FIFA ワールドカップなどの世界大会のアジア予選では、以前は、実力が離れすぎた国が予選で対戦することが、しばしば起き、強化の妨げになっていたことがあったが、2006FIFA ワールドカップアジア予選から、シード順によって参加する予選の段階を変化させ、実力の近い国同士が対戦することで、より強化が図られるようになった。 上述の通り、長距離移動などの AFC の問題があり、それらを一挙に解消するために、広大なアジアを分割しようという議論は、以前からあった。2006年1月1日付で、オーストラリアが AFC に転籍すると、東西南北に広がった。最大時差8時間という世界最大の地域が、AFC として一つにくくられることになり、AFC 内の委員会で、 AFC 分割が検討されるようになった。長距離移動の問題。国際 A マッチデーが集中する7から8月が、西アジアの暑さにより使えない問題。欧州のシーズンに近い西アジアと春秋性が、中心の東アジアとでは、時期によって、格段に、コンディション差がある問題。さらに同じ時期でも場所により、気候が大きく違う問題などの諸問題を解決する、ためである。 また、西アジアの勢力図の変化も、東西分割案を後押ししている。西アジアでは代表チームの実力、協会の政治力で、サウジアラビアの一強時代が長く続き、突出しすぎていたため、東西のアジア分割に、現実味はなかったが、現在では、湾岸諸国が台頭し、バランスが取れてきている。AFC 内委員会が検討している。 分割案にはいくつかあるが、主な案は、東西分割案である。ただ、AFC と OFC を統合した上での再編となると、オセアニアが東アジアと統合されることになるが、オセアニアへの飛行機での移動は乗り換え時間も含め、非常に時間がかかり、むしろ従来通りの予選のままで、東アジアから西アジアへ移動する方が負担が少ないとの指摘もある。 AFC に加盟している国と地域は、同じ地域での交流をより深め、その地域内でのサッカーの発展させるため、地域サッカー連盟を結成している。その活動として、地域内の大会を開催している。現在、以下の46の国、地域の協会が加盟、1地域の協会が準加盟している。AFC からは次のランキングが発表されている。 2016年まで採用されていた、加盟協会のランキング。FIFA ランキング及び、当期と過去4期の AFC チャンピオンズリーグ、AFC カップにおける、協会所属クラブの成績から算出される。各大会への出場枠を決定する基準の一つとなる。加盟協会に所属する、クラブチームの成績をもとにしたランキング。 当期と過去4期の AFC チャンピオンズリーグ、AFC カップにおける成績から算出される。クラブごとの成績も算出されるが、ACL 等のシード枠には適用されない。過去4期の ACL-AFC カップにおける成績から算出される AFC 加盟クラブごとのランキング。ACL-AFC カップのシード枠等には反映されておらず。 実質的に参考資料扱いとなっている。インドは1950年、ブラジルワールドカップアジア予選にエントリーした3、カ国の内ビルマとフィリピンが予選を棄権したため、1950年、ブラジルワールドカップ本大会出場権を得ている。ところが、はだしでの参加を国際サッカー連盟に拒否されたという理由で、大会直前に参加を辞退した。その後、 1952年ヘルシンキ五輪の後、サッカー競技規則第4条競技者の用具の項で、シューズ着用義務が明確に規定されるようになった。このように長年にわたって、裸足でのプレーを拒まれたため、インドが1950年のワールドカップを棄権したものと考えられてきたが、2011年のロサンゼルスタイムズ紙の調査で一番の大きな理由は、 当時のインドにとってはオリンピックのみが重要で FIFA フフワールドカップの重要性を認識していなかった財政難のインドサッカー連盟がオリンピックに集中したかったためと判明した FIFA フフワールドカップ本大会及び各大陸予選も FIFA フフ主催であるが現在では各大陸予選の運営に関しては各地域連盟に任されている ところが、以前のアジア予選では違っていた。例えば、1994年、アメリカ大会アジア予選では、FIFA の W 杯組織委員会が検討、決定したが、AFC は、単なるオブザーバーとして、会議に出席しただけだった。アジア予選の大会運営も FIFA が総責任者に、FIFA 副会長のコロスコフを就任させるなど人を送り込んで、 FIFA が直接行い、AFC はその下働きに徹した。それまで予選ではその予選の地域連盟の審判が起用されていたが、アメリカ大会アジア最終予選の審判は、全13名ともヨーロッパ人が指名され、さらに W ハや五輪の経験がある、トップクラスの審判はわずか2名であった。現在のアジア予選では、AFC が検討、決定したものを、 FIFA の W 杯組織委員会が承認している。AFC の予選では、AFC 所属の審判が起用されている。もともと AFC 加盟国の地理的範囲が極めて広大であったことに加え、出場国数が全増してきたこと、しばしば正常不安や国家間紛争が起きたこともあり、予選の方式は大会ごとに変更されてきており、ホームアウェイ方式以外にも、 集中開催方式やダブルセントラル方式が用いられた時期もある。1998年アジア予選以降は最終予選で直接出場できる枠の他にも大陸間プレイオフに勝利した上で出場できる枠が与えられている。2018年ロシア大会予選に関してはアジアは4カ国の出場枠に加え1カ国のプレイオフ枠があり、 以下の予選方式を採用している。FIFA ワールドカップ各地域予選での W 配本大会出場枠は W 配本大会での各地域連盟勢の成績によって増減する。2006FIFA ワールドカップドイツ大会で1カ国も決勝トーナメント進出ができなかったアジア勢は 2010FIFA ワールドカップ アジア予選から本大会出場枠を4.5から3.5に減らされる可能性があった。そこで、AFC は FIFA に本大会ベスト16の成績を残した、オーストラリアが AFC に転籍したことなどを訴え、ワールドカップ出場枠の維持に成功した。なお、FIFA 会長、ゼップブラッターは 2010FIFA ワールドカップ、南アフリカ大会でのアフリカ勢の活躍次第で、 2014 FIFA フフワールドカップブラジル大会の出場枠を再検討することを示唆しアジア勢が低迷すれば出場枠が減らされる可能性があったがアジアからは日本と韓国がベスト16入りしたことから出場枠は4.5に維持された 2014FIFA フフワールドカップではアジア勢が一勝もできずにグループリーグで敗退した ためアジアからの出場枠が減らされる可能性があったが、2015年5月30日の FIFA フフ臨時理事会において 2018FIFA ワールドカップロシア大会、2022FIFA ワールドカップカタール大会においてブラジル大会と同じ出場枠とすることが承認されたためアジアの出場枠4.5が維持された。サウジアラビア首とリアドの7月の 平均最高気温は43.4度、平均最低気温でも28.9度。2009年2月11日の 2010FIFA ワールドカップアジア予選最終予選 B 組で北朝鮮のホームで0対1で敗れたサウジアラビアは苦戦の要因に極東の寒さを上げ AFC に抗議した。ピオニアンで午後3時に行われたこの試合の気温は10度。 2月のサウジアラビアの首都リヤドの平均最高気温は22.7度である。アジアのフィファランク界の大会 AFC チャレンジカップ2010の予選プレイオフでは2009年3月にモンゴル対マカオ戦が組まれたためホームのモンゴル側が寒すぎて観客が来られないことを理由に猛反対した。会場のモンゴルの首都ウランバートルの3月の 平均最高気温は9.9度。平均最低気温は -23.7 度である。その後モンゴルの主張が認められ、同年4月14日に変更された。ありがとうございます。